アイシャーモーターズは1982年に創立されたインドグルマオンに本社を置く自動車メーカーでアイシャーグループの中核企業であるアイシャー 11.10XPE にプラス商用車及びオートバイ事業を行っている前社についてはボルボとの接班出資で VE コマーシャルビークルズを設立し同社にて設計、製造、販売を行っている 後者については、ロイヤル・エンフィールドブランドで、製造、販売を行っている。1948年、輸入トラクターの販売やサービスを目的として、グッドアース社が設立される。1959年、ドイツのゲブルーダー・アイヒャン社との合弁で、アイシャートラクター・コーポレーション・オブ・インディアが設立される。1959年4月に、ファリーダーバード工場にて、 最初の国産トラクターが製造された。翌1960年9月、社名をアイシャートラクターズインディアに変更した。同社は1965年に100%インド資本となった。なお、ドイツの本家アイシャン社については、マッセイ・ファーガソンが1970年に株式の30%を保有し、1973年には残りの株式を取得して参加に収めた。 1980年には再び社名変更が行われてアイシャーグッドアースとなった。1982年10月、アイシャーグッドアースは三菱自動車工業と小型商用車の製造で協業することで合意。東京で調印式が行われアイシャーモーターズが設立された。アイシャーモーターズは1986年からマディアプラデーシュ州,州ピータンプル工場にて、 キャンターの製造を開始した。1990年2月、アイシャーグッドアースは、エンフィールドインディアの株式の26%を取得。1993年8月には60%を取得して参加に収めた。エンフィールドインディアは1994年6月に、ロイヤル・エンフィールド・モーターズに、社名変更するが、1996年にアイシャーと、 合併して一部門となった。1994年3月、アイシャーモーターズは技術移転の成功と完全国産化を果たしたことで三菱自動車工業との技術提携を終了する。2003年には大型トラック市場に参入した。2005年6月、アイシャーモーターズはトラクター事業をチェーン内のタフに売却した。タフは 現在もアイシャーブランドのトラクターの販売を行っている。2008年7月、アイシャーモーターズは、ボルボグループと接班出資で、公弁会社 VE、コマーシャルビークルズを設立し、商用車事業を同社に移管した。ベクフは、現在、アイシャートラックスバシズ、ボルボトラックスインディア、アイシャーエンジニアリングコンポーネンズ、アイシャーエンジニアリングソリューション、 VE ワートレインの5部門で構成されている。2010年、大型トラックの VE シリーズが発売された。2013年12月2日、アイシャーモーターズは、ピータンプルニにて11の新製品からなる、アイシャープロシリーズを発表した。UD トラックスのクエスター、ビッグサム、コンドルをベースとしており、ペガサスをモチーフにした、フロントマスクが与えられている。 プロシリーズは2014年2月以降に発売開始される予定である。2012年、アイシャーモーターズはアメリカ合衆国の ATV メーカー、ポラリスインダストリーズとの間で、個人用車両の設計、開発、製造に関する合弁事業の覚書に調印し、2013年に、接班出資で合弁会社、アイシャーポラリスを設立し、ラージャスターン州、 ジャイプルに製造拠点を設けた。二千十五年六月十八日、アイシャーポーラリスの最初の製品となる、マルティクスが発表された。同年八月からの発売を予定しており、価格は二十三点二万から二十七点二万ルピーとなる。マルティクスは、全長三三千二百十五ミリメートル、全幅五五百八十ミリメートル、全高千八百五十六ミリメートルのボディを持ち、 5人乗車のキャビンと荷台を持つパーソナルユーティリティビークルである。単気筒 511cc のディーゼルエンジンを搭載し 28.45kmL の燃費性能を誇る。ありがとうございます。